それではただいまから高市大臣の記者会見を始めます。それでは大臣よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。経済安全保障担当の大臣として重要土地等調査法関係で報告を申し上げます。昨日、11日、重要土地等調査法に基づく注視区域及び特別注視区域の第3回目の指定を行い、その旨、官報で公示いたしました。今回指定したのは25都道府県に所在する区域で、注視区域134箇所、特別注視区域46箇所の合計180箇所でございます。公示日から約1ヶ月の周知期間を設けまして、来年1月15日から区域指定を施行いたします。施行されましたら速やかに土地建物の利用状況調査を進め、実態把握を行い、機能阻害行為の防止に努めてまいります。私から以上でございます。はい、それでは質疑に移ります。挙手の上ご所属お名前についてもよろしくお願いします。科学新聞の方です。おはようございます。おはようございます。杉中です。先日ですね、東北大学の大角教授が、加齢による精子の変化がマイクロ RNA 変化の、マイクロ RNA の発現変化を通じて次世代の精神疾患につながる。つまり、父親が高齢化すると、子供が精神疾患になりやすいということを発表したんですけども、そうなるとですね、生殖補助医療とか、あるいは支援の仕組みなんかも変えなきゃいけないかと思うんですけども、ただ、日本のシステムって、なかなか欧米と比べてそういう時に対応が、時間がかかるということなんですけども、大臣としてはですね、こうした研究成果が社会システムの改革に、つながるような、そういうような仕組みについて、どのようにお考えでしょうか。まず、大角教授が、研究開発代表者を務めておられます研究課題に対しては、2021年度から英明堂が支援をしてきておりまして、研究が進捗していると。いうことについては嬉しく思っております。で、健康医療分野の研究開発についてはその成果を創出するということでだけではなくて、その成果をいかに社会実装していくかということが重要でございます。今後さらなる研究の進展を期待するという段階だとは思いますが、社会実装にあたりましては、子ども家庭庁や厚生労働省をはじめとする関係省庁とも、これを十分に連携して、研究成果の果実を適切に政策につなげていくように努めてまいりたいと考えております。読売新聞の中根さん、おはようございます。核融合実験装置の JT60SA について伺います。はい、先々週に行われた試験運転の運転開始の式典では大臣も出席されてスピーチされていらっしゃいましたけれども、この核融合反応の実現に向けてはかなり遠い道のりがあると思うんですが、この JT60SA をどのように活用していくのか、今後の見通しを教えていただけないでしょうか。はい、核融合発電そのもの、というの実現を目指すと、いうことと、やはりそのフュージョンエネルギーのに関わるですね、さまざまな、この技術の成果を、産業化していくということ、2通り考えられると思います。で、その産業化に向けましては、この JT60SA の建設にも携われました企業の皆様をはじめ、多くの日本企業の力が必要だと考えております。で、この国際競争がかなり、激化している中で、今後、年度内に、設立される、産業協議会とも連携しながら、JT60SA をはじめとする、日本が培ってきた技術ですとか人材を最大限活用して、核融合発電そのものの一刻も早い実現、そしてまた、関連産業の、発展に向けて、努力をしてまいりたいと思っております。続いて、NHK 島さん。NHK の島さんにおします。おはようございます。政治資金パーティーの関係で、一部の閣僚の交代ということも取り沙汰されているかと思うんですけど、
ども、ちょっと可能性の問題で恐縮なんですけども、もし本当に閣僚が交代した場合、例えばセキュリティクリアランスの法律とか、あるいは来年通常国会の提出ということになっておりますけれども、このあたりの、影響についてどのように考えてらっしゃるでしょうか。まあ、人事につきましては、総理の専権事項でございますし、その時期等につきましても私は現段階で何も伺っておりませんので、まあ、お答えしかねます。はい、続きまして、産経新聞の長橋さん。産経新聞の長橋と申します。おはようございます。先週末に産経新聞社と FNN の合同の世論調査を行ったところですね、内閣の支持率が 22.5% で過去最低を更新してですね、前月に比べても、5ポイント以上下がってしまうという結果だったんですけれども、ちょっと連続してこう大きく支持率が下がっているという状況について改めて大臣としての受け止めをお伺いできますでしょうか。さまざまな問いをされたと思います。一つ一つの、政策に対するですね、国民の皆様の声というのは真摯に受け止めなければなりません。その上で、やはりこの岸田内閣の一員として多くの成果を出していくということに尽きると今は考えております。その他ございませんでしょうか。よろしいですか。よろしいです。これで終了です。ありがとうございました。お疲れ様でした。なんか噛んでましたね。失礼しました。